琴ノ若けつふとは、千葉県松戸市出身で、佐渡が学部屋に所属している現役大相撲力士。本名は、鎌田に進む勝。身長188センチメートル、体重173キログラム、血液型は AB 型。得意技は、右四つ、より、押し。最高位は、東前頭八枚目。父は、元関脇、初代、琴ノの若。 母方の祖父は、第53代横綱、琴桜。現在の嗜名は、2019年7月場所の新十両昇進に合わせて改名したもので、父親の現役時代の嗜名である、琴の若を継承するとともに、祖父琴桜傑、進のの嗜名からも、すぐるの一字を取ったものである。それ以前は本名に、 佐渡が学部屋伝統のことの通じを冠したことかまたにか勝の仕込めで土俵を務めていた。1997年11月19日、当時現役の幕内力士だったことの和歌の長男として誕生。当日は11月場所の11日目だった。幼少期から祖父のこと桜に相撲の基本を叩き込まれ、5歳から地元の相撲道場に通った。 松戸市立松戸美大小学校を卒業後は親元を離れて埼玉栄中学校へ進学した。当初は中学卒業後の大相撲入りを考えていたが、中学卒業時点では大相撲で通用する自信を持てなかったため、埼玉栄高校普通科スポーツコースに進学した。高校では3年時に首相を務め、全国高等学校総合体育。 大会相撲競技大会を団体優勝に導き、世界ジュニア相撲選手権大会では団体戦と個人戦で優勝した。高校卒業後の進路は大相撲入りを選択した。在学中の2015年10月6日に、父親が師匠を務める佐渡が学部屋への入門を発表し、同年11月場所で初土俵を踏んだ。仕込名は本名に、 佐渡が学部屋伝統のことの字を冠したことかまたに昇格で、前相撲は3連勝だった。新女出世披露では、講演者の要望を受けて父親である初代、ことの若の現役時代に使用していた化粧回しを締めた。初めて番付に名前が載った2016年1月場所は、7戦全勝で、女の口優勝とした。翌、3月場所で、女二段に昇進し、 6勝1敗。同年、5月場所と7月場所は3段目で相撲を取り、9月場所からは幕下に昇進。2017年3月場所で3段目落ちを経験したが、翌、5月場所で幕下に復帰した。2019年5月場所では重量が、目前の東幕下2枚目まで番付を上げて、3連勝3連敗から勝ち越しの4勝目を上げた。 場所後の番付編成会議において、7月場所での新十両昇進が決まり、合わせて、父親の現役時代の執行名である、ことの和歌を襲名することとなり、襲名と同時に、本名の正勝から、祖父のこと桜が名乗っていた、すぐる進むから一字を取り、すぐるふとしに改名することとなった。祖父、父親、こと三世代で関取になった例は、史上初。 新十両で迎えた2019年7月場所は、12日目までに5勝7敗と、後がなくなった状況から3連勝し、先週楽で勝ち越しを決めた。その後も、順調に勝ち越しを続け、2020年1月場所にて、西十両2枚目で8勝7敗の成績を残すと、翌、3月場所にて新入幕を果たし、新十両から所要4場所で十両を突破した。 新入幕時の番付は幕尻の東前頭18枚目で前頭十8枚目が乗るのは19枚目まであった1959年9月場所以来61年ぶりのことである。またこの新入幕は2014年5月場所の佐田の海に続く史上9組目12人目の親子幕打ち記録となった。新入幕場所直前の3月4日には部屋にレ稽古に来た。 西木木らと、計10番取って7勝3敗とおおむね好調であることを示した。迎えた3月場所は9日目まで7勝2敗と勝ち越し、目前にこぎつけながら、そこから4連敗を喫したが、14日目に西木木を、上手出し投げで破り、祖父、琴桜、父ことの和歌も果たせなかった、新入幕場所での勝ち越しを決めた。2020年、 3月場所中の記事で部屋の谷町筋は、本人はややおぼちゃんぜとした、素直さはあるけど、自分が決めた目標には、必死に向かっていく真の強さもあると評していた。もともとの力強さや破棄にかけた坊ちゃん気質から、高校2年時まで泣かず飛ばずであったが、3年時で首相に指名されてから、意識改革が起こって、急激に強くなったという指摘もある。右四つに組み止め、 恵まれた体格を生かしてよる師匠、父の初代ことの若譲りの取り口を基本とするが、リーチを生かした押し相撲も苦にしない。一方、師匠からは、新重量や新入幕の際、相撲がおとなしいと評され、立ち合いの厳しさや攻める相撲が必要と指摘されている。非常に体質が柔軟であり、2020年3月場所で対戦した千葉大流は、勝ち上げに行ったけど柔らかくて、 シーンを捉えられなかった。白宝石みたいな感じ。白宝石に失礼だけど、白宝石の次くらいに、当たっても押し込めないと感想を述べていた。部屋の兄弟子のこと正義区は、ことまさる方の力強さ、ことの和歌の柔らかさが欲しいとその才能を羨んでいた。2020年7月場所の相撲を見た北の富士、勝明は、父のことの和歌より相撲の速さでは、 はるかに勝っていると評した。2021年5月場所終了現在。ありがとうございます。